おはようございます。3月23日水曜日です。昨日、宮崎県から電話がありまして、大口の支援物資を受け入れますということで、今現在その搬入の作業の準備を行ってます。こんなふうにして、段ボールを、搬入できるように、準備しております。庭の方でも、段ボールの最終の準備を行っています。で、このような、メッセージを段ボール箱の側面に貼ってます。今日のお昼から、県の指定場所の方にこれら支援物資を、運びたいと思ってます。午前11時30分を回りました。作業開始から2時間、まだ、結構段ボールがあります。今回ですね、こちらにある足拭きマット、古いバスタオルなんかを2、3枚まとめて、縫って作ったんですけど、その消毒マット、足拭きマットは、今回対象から外すということで、この足拭きマットもね、結構な数あるんですが、これまた、倉庫に保管しようと思ってます。他にもね、私の部屋の家のあっちこっちに段ボールが、あるんですが、ここにも、段ボールを保管してました。この下にも保管してましたので、とりあえず全ての段ボール箱を一旦出してから、持っていくもの、置いておくもの、ポケットティッシュも、760枚ほどあるんで、これも持っていきますが、持っていかないものは、倉庫の方に、保管をしたいと思います。はい、こちら、庭の様子です。今日はお天気もよく、作業がどんどん進んでます。今、段ボールの側面に貼り紙をしたり、メッセージを貼ったりしておるとこです。今日これ全部いっぺんに搬入できるのは難しいかなという感じがしますが、できるだけ、搬入したいと思います。はい、午後2時前です。第1回目の運搬を行いたいと思います。とりあえず、運搬中という貼り紙を行いました。もうパンパンに段ボールを、詰め込みました。今から、県の指定場所の方に持ってきます。この車と、こちらの車と、あと向こうの車と、3台で運びます。はい、午後2時45分過ぎです。1回目の、搬入が終わりました。今、2回目の搬入の準備が終わって、今からまた出かけようかなというところです。なかなか終わりません。段ボールの数が多いです。あと、ここにある段ボールを今日運んで終わりにします。あと1回運んだら、だいたい庭に置いてある段ボールは運べるかなと思っています。ここにあるのは足拭きマットなので、あれは今日は運びません。倉庫の方に保管します。頑張りましょう。はい、県の指定された保管場所に来てます。今日のバスタオル運んだ分です。結構な数ですけど、まだ倉庫の方にはたくさんあります。明日は朝から運搬作業を行いたいと思います。午後4時40分を回りました。今日の作業は、全て終わりました。ここの段ボール、
消毒マット、足拭きマットの段ボールと、あと少しね、バスタオルの段ボールが1個だけ残っております。ここはまた明日、作業を行いたいと思います。そしてこちらの倉庫、もうシャッターを下ろしたんですけど、明日はですね、ここの倉庫に入ってある、段ボール箱を宮崎県の指定した場所の方に運搬を行います。まあ、明日は朝からどん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 ピストン輸送で運びたいと思います。今日参加されましたボランティアの皆さん、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。はい、3月24日木曜日です。午後5時を回りました。昨日、4号品ごろ夜でお話をしましたように、県の方から、お電話がありまして、ご提供しました支援物資を、今日すべて回収しました。中にはあの引き受けますって言ったものもあったんですけど、まあ、一部は受けて一部はいらないというんだったらちょっと意味がないので、一応全部引き取りました。あとどうするのかということは全く白紙です。まあ、とりあえず、まあ、検品作業がまずかったということがありましたんでね、このバスタオルの検品作業をね、ちょっともう一回やり直そうかなと思っているところでございます。その後、支援物資を提供する方法とか、そういったことは、まあ、今のところ一切考えておりません。ちょっともう今回の件で疲れましたんで、ちょっと様子を、ずっと見ておきたいと思います。すんですいません、ここに貼ったメッセージ、もうしばらくここで、待機することになりますんで、本当申し訳ありません。よろしくお願いします。